おはようございますこんにちは、こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人ニュースをお届けします。まずはこちらからです。日本のデフレ根治には覚悟が必要。自民党の派閥解消で勢いづく緊縮派。大増税が近いという観測もという記事が出ておりました。岸田首相には経済政策に対する確固たる見解がない。これはもはや経済評論を行っている人の常識ではないか。 政権発足当初に新しい資本主義を打ち出しても具体的なビジョンに欠けていたのはその証拠だ金融所得課税を富裕層に課してそれを所得低所得者低所得層などに再分配するというリベラル的な政策はどこかに消えたまた政策の方針がはっきりしないために常に増税負担増のイメージや警戒感を国民に与え続けてきた 記者相が推し進めた自民党の派閥解消も岸田派、茂木派、麻生派などに分散していた増税派が結集しやすくするためでいよいよ大増税が近いという観測までというふうに言われていまして実際に自民党の緊縮派の牙城である財政健全化推進本部が新体制で始まった早速議員たちは国と地方の基礎的財政収支の2025年での黒字化検事や物価高での 財政再建などを議題にしている、正確経済が回復している段階での緊縮の掛け声は、景気の先行きを曇らせてしまうだろう、政治戦争がなく、政策経済政策の見識が欠ける政治家たちだ、というふうにこちらでは批判されていらっしゃいますね。 えー、こちらですね。他方で岸田首相の経済政策観が空っぽゆえに利点もあるというふうなことも言われていますが、それは国民の声に敏感なことだ。特に増税のイメージ払拭には相当に気を使っていることがわかる。先の施政方針演説では、日本経済に染みついたデフレから完全脱却のチャンスが来たと何度も強調していた。昨年を上回る賃上げを政労、政労使協調で実現し、それを所得減税と住民 税減税減によっってて後押しすするるここことととで賃金と物価ののの好循環をすことを狙っているこの一連の政策は具体的だ国民民主党の玉木代表が国会で岸田首相に能登半島自身での復興増税について問いただしたところ明確にないと否定したことも増税イメージを消したい首相の努力と言えるだろうただし日本経済が本当にデフレ脱却できるかはさらに踏み込んで首相の座にある限りはいかなる増税負担増はしないと国民に強く伝えるべきだ 減税を複数年度で継続するる必要もあるデフレを根治するにはそれだけの覚悟は必要だというふうに言われていましてまたこちら須田さんの記事で自民党も敵派相次ぐ離脱で派閥空中分解大会者後見人に麻生太郎氏動き出した緊縮財政派財務省がバックアップかというふうな記事も出ているんですけどもこのようにですね田中さんは。 ねえー、さらに踏み込んで岸田首相の値にある限りいかなる増税負担増はしないと国民に強く訴えるべきだというご意見があった中でこのような話が出てきました少子化対策月負担500円弱岸田首相裏金事件で処分検討衆院予算委員会というふうな記事なんですが衆院予算委員会は6日午前岸田首相と全閣僚が出席し2024年度 予算案に関する2日目の基本的質疑を行った。少子化対策の財源に充てる支援金制度に関し首相は国民1人当たりの負担額が平均で月500円弱になるとの見通しを示したというんですね。 政府は支援金について26年度から公的医療保険に上乗せして徴収する方針。総額を段階的に引き上げ、28年度には1人当たり平均で月500円弱となる見込み,が見込みだ。首相は歳出改革と賃上げで実質的な負担は生じないと重ねて説明した。後期高齢者にも拠出を求める考えを示したというんですよね。で、これについていろんな声が上がってまして、ネットの反応、どんな理論だよ。どんな論理だよ。 賃上げ以上に物価が上がってるから負担しか生じないんだけどというふうなネットの声も上がっているんですね。何言ってんだこいつ取ったら意味ねえだろたとえ月500円でも年間6000円その分賃上げを打ち消すだろ賃上げ以上に物価上がってるから負担しか生じないんだけどこいつは賃金増えないやつや低賃金労働者をあえて無視してんのかみたいなバーっていろんな声が上がっていますね。いやー早速賃上げというか隠れ増税みたいな感じになっちゃうんですね。 長尾さんが異次元の少子化対策の財源は健康保険料を上乗せ分で措置する負担と給付の関係に相互がある珍しく野党の質疑が非常に的確に展開されております当然自民党内でも大変な議論になった経緯があります現役世代の負担を増やして少子化対策になるはずがありません政府は答弁になっていませんしかしこれ,からこれが4月から運用されるのですというふうにおっしゃっていますね 唐田隆三さんが、異次元の少子化対策は1人月500円負担で、と岸田首相、保険料を直接負担する非保険者1人当たりだと、負担額は年間2万円近い額に、子育て世代直撃のまさに異次元の少子化対策である。安倍氏、逝去以来、岸田首相は統一教会問題、LGBT 法、政治資金問題と悲願の性和会破壊に突き進んだ。 結果は緊縮財政の財務省の完全勝利。これからは財務省の操り人形だけが総理になる。自ら滅びの道を選んだ日本人というふうに言われていますね。本当に、性和解破壊に突き進んだというふうにおっしゃっていますが、その通りの形になっていますよね。もう信じたくないですけども、現実はそうなってきてるなと思わざるを得ませんね。そして、さらに、えー、異様なことが起きそうです。起き、起きています。起こっていくんですかね。起きそうというか、もうこういう声が上がってるんですけども。 政府広報オンラインさんの動画を紹介されて高安上流さんが「ポリコレメパク爆誕」岸田がさらに多文化共生を訴えたというふうな内容で内容をざっくりまとめてくださっていますが「政府は SDGs 達成に取り組む」「共生社会実現は重要」「日本では外国人や性的マイノリティへの差別がある」「外国にルーツを持つ人も差別されている」「外国にルーツを持つ人は怯えている人もいる」「差別的言動は許さない」「共生社会を実現するために受け入れることが重要」 多様性の理解を深めよう。外国人により虐げられる日本人への言及はみじんもなかった。岸田は完全にポリコレ総理と化したということで、もう完全に言っちゃってますね <laughs>。左の方にも隠さないというかね。いや、すごいですね。まあ、アメリカ民主党べったりの岸田総理というふうに言われていましたが、もうここまで。 っっっちゃったかって感じです、ね、もう LGBT 法を無理やり通したのも分かるなって感じですね。いやでこの件について詳しく全文がこちらに載っていますので是非詳しくご覧ください。ちょっと見ておきましょうか。もう読んでおきましょうせっかくなんで。 皆さん、こんにちは。内閣総理大臣の岸田文夫です。共生社会と人権に関するシンポジウムの開催にあたり、一言御挨拶申し上げます。平成27年に国連で採択された持続可能な開発目標、SDGs。もう SDGs 出てきてる時点で、あれですよね。なかなかの。 ね香ばしいですけども、第誰一人取り残さないとの理念のもと次男の目標が掲げられています。政府における sdgs の達成に向けた取り組みの一つでもある。共生社会の実現は我々の果たすべき重要な使命です。しかし、残念ながら我が国においては、雇用や入居などの場面やインターネット上において、外国人障害の外国人障害のある人、アイヌの人々、性的、マイノリティの人々などが不当な差別を受ける事案を耳にすることも少なくありません。マイノリティの方々に対して不当な差別的取扱いを行ったり、不当な差別的言動を行ったり。 するることはは当然許されるものではありませんまた近年外国にルーツを有する人々が特定の民族や国籍等に属していることを理由として不当な差別的言動を受ける事案や偏見等により放火や名誉毀損等の犯罪被害にまで遭う事案が発生しており次は自分が被害に遭うのではないかと日々恐怖を感じながら生活することを余儀なくされている方々もおられます国会でも繰り返し申し上げてきたとおり特定の民族や国籍の人々を排泄する えー、趣旨の不当な差別的言動を増して、そのような動機で行われる暴力や犯罪はいかなる社会においても決してあってはなりません。我が国は法の支配や基本的人権の尊重といった普遍的価値を重視し、国際社会と共有してまいりました。我々が目指すべきは、すべての国人、すべての人が安全安心に暮らすことができる人間の尊厳が守られた世界であって、これを脅かすことにつながる不当な差別や偏見に対しては、内閣総理大臣として断固立ち向かってまいります。 共生社会を実現するためには他者との違いを理解し、そして互いに受け入れていくことが重要です。政府においては不当な差別や偏見の解消に向けて様々な取り組みを行っています。それの取り組みの一環として行う,ように本日のシンポジウムは、多様性と包摂性のある社会を目指してをサブテーマに共生社会の実現に資する様々な知識や気づきを得られる実現し 実内容となっております是非最後までご視聴いただき多様性に関する理解を深めできることから大歩を踏み出していただきようお願いいたします政府においても共生社会の実現に向けて引き続きしっかり取り組んでまいります共に歩みを進めてまいりましょうということなんですねはいどう思われますでしょうか皆さんはい,いやもちろんねえー、あってはならない差別っていうのはあってはならないっていうのはもちろんのことですよねただ我が国日本人の国民のことはどう考えているのかであったり えー、ほとんどないことについて、めちゃくちゃ擁護、マイノリティの方を擁護しまくるっていうのもおかしいですよね。うん、不当な擁護っていうか。うーん、ちょっとこのあたりね、皆さんもこんなこと言わず、ね、もう釈迦に説法ですけども、皆さんの方が詳しいと思うので、この件どう思いますでしょうか。いやー、とんでもないことになっていますね。ポリコレ総理会えとなっていましたけども。 いやこれますます進めるつもりではないですかね。もう本当、なんでしょう。やばい基準というか、このやばいこのラインを越えてしまってる感っていうのがありますよね。なんかある方は、これでも岸田自民党を応援する人の意味がわからないみたいなことをコメントされてる方がいらっしゃいましたけど、本当に皆さんはどうでしょうか。 ちなみに、こちら、小泉慎次郎さんがこういうことも発言されてますね。小泉慎次郎議員、全国1700の自治体に電気自動車を配ろうと日産に大提案、大胆提案、ゼロエミッションフォーラム2024の開催ということで、えー、この小泉慎次郎さんも、こんな感じで、えー、脱炭素みたいな感じで頑張っておられるようですね。はい、皆さんのご意見いかがでしょうか。ちなみに、こちら、外務省高電が知って C 国に漏洩、政府機密情報ザル管理発覚20年にサイバー攻撃現状敵にもならない脆弱さというふうに言われていますけども日本政府の情報管理体制が問われる事態が発覚した機密情報を含む外交公電を在外公電在外交換とやり取りする外務省のシステムが2020年 C 国からサイバー攻撃を受けて 情報漏がが起きたたことが分かったのだ政府関係者が5日明らかにした。去年には防衛機密情報を扱うネットワーク20年、C 国軍のハッカーが侵入したとの米紙の報道もある。指揮者は日本の情報保全体制の脆弱さに警鐘を鳴らすというふうに言われていまして、これについてもちろん、林官房長官は、外務省機密漏えい確認なしというふうに発言されたんですよね。えー 情報セキュリティの性質上答えを差し控えるサイバー攻撃により外務省が保有する秘密情報が漏えいした事実は確認されていないと述べたということなんですけども、ね、えどっちが嘘をついているかということですよねいやーとんでもないことになっていますけども皆さんどう思いますでしょうか是非皆様のご意見などコメント欄にいただけたら幸いです。 というわけで、ここから先はメンバーシップ限定の動画になります。レベル2に登録して続きをご視聴ください。えというわけで一般視聴者様はここまでです。ありがとうございました。通信最後やっぱり癒し系動画で終わりたいと思います。本日はこちら。めちゃくちゃ気持ち良さそうにブラッシングされてるワンコ、見てるだけでほえましいということで見てみましょう。 はいというわけでいかがでしょうか白目向いてませんかねこれ <laughs> 白目向いてません、ね、これ。<laughs> わかんないですはい私も白目向きながら微笑みますというわけで本日もありがとうございましたそれではまた